ベスラ要塞。ボルミナ男爵、死亡者は昨日までに約2万、両軍を合わせると倍の約4万、負傷者は我が軍だけでも軽く20万は超えます。問題は死者数だけではない。兵糧の蓄えもあとわずかになってきたが、これは計画通り。厄介なのは今期の干ばつだ。兵糧を買い付けようにも物がないありさまで、税収の大幅減と合わせて通年の半分以下しか備蓄できん。それについてはラグコも同じであろう。あちらはこの収穫時期に長雨が続いたおかげで、刈り取る前に穂が腐ってしまったそうだ。むしろ問題なのはこの戦乱によって、なんだこりゃ、食や住むところを奪われた民だろう。オーランの調べによると、王都ルザリアにはすでに10万を超える難民が流入しているとか。それは良い。ラーグ港側も食料の買い付けに苦労するだろうよ。笑い事ではないぞ。戦線が拡大すれば我々とて同じ。大量の難民がいつこちら側に流れ込んできてもおかしくないのだ。やはりそろそろ和平工作を始めるべきではないだろうか。貴公らの心配はもっともだ。だがこの戦いをやめるわけにはいかぬ。通年より3割ほど増税しよう。また穀物などの高値で売買する輩が出ぬよう監視を厳しくするのだ。また難民についても同様だ。ランベリーの境界を越えぬよう監視をより一層厳しくしようぞ。苦しいのはラグ校も一緒。今なら和平的解決もできましょう。くどいぞオルランド。和平的解決などありえん話だ。民あっての国家、民あっての我々なのです。50年戦争で最も苦しんだのは民百姓ではございませんか。これ以上の増税はいかがでしょう。民だけではございません。前線で戦っている兵たちは満足な食料にありつけないありさま。これ以上戦いを維持し続けるのは物理的にも精神的にも不可能です。精神的にだぞ。貴公ともあろうものが臆病風に吹かれたか。50年戦争では、これはどこだっけ、どっかの国の侵略から祖国を守るという大義がございました。この戦いにはそれがないと申すか。いつから貴公はそのような偽善を口にするようになったのだ。甘くすれば突き上がるのが奴らだ。我々が戦っているのは民のためでもある。これ以上腐った王家の行いによって民に迷惑をかけぬためにも、この戦いをやめるわけにはいかんのだ。閣下のおっしゃる通りですぞ。あとわずかではございませんか。雷神シロとまで称えられたオルランド伯のおっしゃることとは思えませんな。全く。あとわずかだと何を見てそう申すのだ。この状況のどこを見てそのような楽観的になれるのだ。貴公の目は節穴ではないのか。それは暴言でございましょう。もうよい、やめよう。見損なったぞオルランド。これ以上の暴言は貴公の身を危うくするぞ。よいか、二度とは言わぬ。これ以上わしの方針に服があるならば早々にここを立ち去るがいい。よいなオルランド。チャプター3、偽らざる者。ディリータは僕に言った。大きな流れがあり、それに逆らっていると。この戦乱の世が避けようのない運命のような大きな流れだとしたら、僕はその流れに逆らうことができるのだろうか。僕は兄ザルバックに戦乱を陰で操る者がいることを告げるため、王都ルザリアを目指していた。お、上に伸びていったね。今貿易都市ドーターにいるのか。あれ、ここってどうすんの。ゼクラス砂漠。ちょっとまあイベント見たんで一回セーブします。ドーターで何が売ってるかちょっと見ていきますか。まずは試着室。最強試着。お、ねじり鉢巻き、ブリガンダイン。あれ、こうか。で、買っときたいものだよね。武器はとりあえず結構いっぱいあんな。シャネルのバッグ5万3000とか高っけんだけど。
ねじり鉢巻きもう一個だけ買っとく。グリーンベレー、これもあるね。これ何、どういう効果。スピードプラス1か。ちなみにねじり鉢巻きは物理プラス2とか絶対こっちの方がいいわ。一応グリーンベレーも買っとこう、予備として。ブリガンダインも、じゃあ一つちょっと持っときますか。ここら辺はパワーリストは持って、あ、リフレクトリング、守りの指輪、一応リフレクトリング1個だけ持っとこう。んカインの指輪、混乱無効、チャーム無効、これも一応買っとくか。持ってないからね、持ってないものは一つ揃えておきましょう。なんかあったな、なんか今持ってね、あ、ここら辺か。これのブーツはいらないっしょ。永久レビテッドとかで、エクスポーションが売ってる。ちょっと待って、エクスポーション買い付けとくか。じゃあ確かに最近ダメージめちゃ食らうからね、66個買えるけど、55個52個で、ハイポーション売ろうじゃん、いらないから。38個売っていくらになるかだよね。3800円安よ。しじゃあちょっとまたセーブしますね。はい、それではゴルランド、炭鉱都市ゴルランドに向かっていきたいと思います。ここはどうなるんだ。どうにもならなかった。完全ラムザ一人だからな。炭鉱都市ゴルランド、あ、ここあれか、オーランドが出てくるところか。どこだ、どこへ逃げやがった。上だ、屋上だ。囲まれたか。何者だか知らないが、俺たちの隠れ家に入ったのが間違いだったな。今度から入り口に書いておいてくれ。ここが盗賊のアジトだってね。減らず口もそこまでだ。さあ観念するんだな。なんか様子が変だな。今日は来客の多い日だな。まあいい、皆殺しにしてやるぜ。先制術師オーランを救出せよ。オーラン自体はめちゃくちゃ強いからね。なんかやりだしたけど、晴天停止使えや。で、まあ、倒せる人から倒していきますか。こいつ108が2回、ゲーガードされた。やばい、カブト危ねえ。ここら辺の囲まれてるやつがどうだろう。鎧を盗む、パクられた。まあ、オーラン大地の衣。え、なんか使ってくれる。ポーション、こんな高いところからポーション使えるんだ。こいつ話術師か。ブレイブ脅す、ブレイブが20下がった。どんだけ脅されてんだよ。アイテム種はもう10だね。しかもポーション発動しねえし。いてえ、オッケー。しかしエクスポーションだからこれくらいのダメージなんてことはない。これは多分使い出したね。先にシーフ厄介だからね、やっぱりパクってくるからね。 OK、 こっちでいいや。もうチャーム、やべ、うおこれ終わったわ。マジチャーム使ってくるのか。てかこいつら女だったんだ、このシーフたち。
チャーム無効ってやつあったよね。あれ装備してくる。じゃあ晴天停止、これがマジで強いから。ミスしたか。ミス多くね。俺もストップしてほしかったな。げっ、フェニックスの音がすげえめんどくせえな。回復してくるね。オーラン。ミスとか。いや、これ終わりでしょ。おまじないとか、お前に使うの？チャームってどれくらいで治ったっけ？なんかもうめんどくさくなってきたな。動けるわ。俺、動けるは動けるけど。オートポーション。あ、もうチャーム切れてる？あ、切れてるっぽいね。タコ殴りにやってるけど。上のシーフだけか、あのチャーム使ってくるの。こいつゲット、カブトパクられてる。てかこいつ死ぬ。オーランマジで。これ攻撃あったら死ぬんじゃない。42か。いや攻撃すんのかよ。しかも投石とか意味不明だし、アホすぎるだろう。上いけねえのか。ジャンプ力が足りないんだな。って待って、こいつ倒してもさ、結局さ、フェニックスので回復されちゃわない？こいつの。いてえ。いや、フェニックスの切れたか？ってか死ぬ。あ、死んだ。オーラン死んだ。おー、マジかよー。父上。ちょっとチャーム対策しますか、じゃあ。よし。では、再戦やっていきましょう。チャーム対策は完全にしたんで。よし、一発目にこれやってくれればな。で、アイテム種を倒しに行くか、シーフを倒しに行くかって、シーフだな。パクってくるかな。で、このシーフは最初は何もしてこない。こいつも何もしてこないね。話術師。殴ってけ、超強いんだけど。これ一回一回なんかさ、敵のさ性質変わるからね。なんか持ってるアビリティとか、それによってはめちゃくちゃ相性悪くなったり相性良くなったりするんで。基本攻撃だな。アイテム種も厄介だよね。さあ来い、晴天天使。止まれ。ミス。あ、お、お、いいね。右のやつらがだいぶ止まった。さらに攻撃。いや、もう一回晴天天使してくれればいいのに。で、動いてるやつ倒そう。アイテム種だね、こいつ。ほら、オッケー。
こいつらはな、射程が長いからね、早めに倒しておきたい。いいねいいね、こっちに来い、オーラン。なんであっちへ行くんだ。あ、向こうから回っていかなきゃいけないのか。で、後ろのシーフはもうほっとく、とりあえず。で、ストップが切れた。ストップは切れたけど、まだドンムーブドン枠のはずなんで。これでまた、止まれ。晴天停止。こいつはここでしか出てこないからね。強すぎるから。わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。2人ミスったな。後ろのやつがでも当たったから、ドンムブとドン枠が一緒に切れるか。ちょうど切れたか。こいつが厄介。ただ攻撃してくる。あ、脅す、ブレイブ。勇気は20下がった。まためちゃくちゃ脅されてる。攻撃するん、いや、してない。いいねいいね、こっちに来てくれれば。このシーフを倒す。正面から75。おお、倒した。発動しろ。よし、晴天停止。2人か、残りは。いや、聞いたね右のやつ聞いたのか分かんねえ、見えなかったけど。いや、聞いてるっぽいな。この助けろ系がね、やっぱりちょっときついよね。一人で助けに行かなきゃいけないから、その間にタコ殴りされる可能性があるんで。あいつは切れたか。ただまだ動けない。はめる。あ、もうそこら辺で逃げててくれ。ゲッ、行きやがった。これはちょっと怖いから、おまじないをかけておこう。なんか事故死しても嫌だから。ヒットポイントを回復させておく。兜を盗む。まあいいよ、こいつの兜くらいパクられても実害はない。柔道道着、柔術道着。あれ、これって俺がもらえんの。まあいいや、もういいや、倒しちゃおう。グッバイ。いやー、一回死んでしまったね。まさかチャーム、やっぱね、状態異常だよね。対策を立てておかなきゃいけないのはバトルディレクトとか、まあ、話術仕様のやつなんだろうな。大丈夫かい。ありがとう、君たちのおかげで助かったよ。君たちって誰オーランは俺の他に誰のことを言っているんだ。俺の名はオーラン、オーラン・デュライだ。君はラムザ・ベオルブ。どうかしたかい。いや、なんでもない。気にしないでくれ。それより君たちはこれからどこへ行く。だから君たちって誰やねん。王とルザリアだ。君も王とかい。よかったら僕らが一緒に行くけど。僕らって誰。それは残念。逆方向なんだ。気持ちだけもらっておくよ。そうか。じゃあ気をつけて。あ、そっちこそ。機会があったらまた会おう。それまで死ぬなよ。ああ、炭鉱都市ゴルランドの、じゃあちょっとショップを見ていきましょう。これ変わらない。他ロット系だね、魔術師系だね、完全に。ここはお金はちょっとそのまま貯めておきますか。エクスポーションもまあ数的にはほぼ50個あるんで大丈夫でしょう。じゃあちょっとセーブをして、ルザリアってなんかそれっぽい感じがするけど、
オートルザリア。ザルバックがいる。どうした、座らないのか。驚いたぞ、お前がルザリアに来ているとは思わなかった。アルマもここにいる、会っていくといい。兄さん、なんだ。戦いをやめることはできませんか。何をバカなことを。この戦いにどんな意味があるっていうんですか。ビオルブ家は王家を守るために戦うのではなく、民を守るために戦ってきました。なのに今は私利私欲のために戦っている。お前に何がわかるというのだ。兄さんこそ何もわかってない。この争いは誰かが企んだもの。ラーグ公とゴルターナ公は何者かに利用されているんだ。利用されているだと、一体お前は何を言っている。僕にもよくわからない。ただ大師ダーグ兄さんがゴルターナ公を殺生にさせないために王女誘拐の狂言を仕組んだとき、暗殺されるはずだったオベリア様をゴルターナ公の元へ連れ去った奴らがいるんです。もしあの時暗殺されていたら、ゴルターナ公は王家に逆らう国賊として中罰されていたでしょう。兄上が王女誘拐の狂言を仕組んだだと。ラムザ、お前は実の兄がそのような策略を用いたというのか。ザルバック兄さんは何もご存じないのですか。このたわけ者め、お前は肉親を信じることができないのか。えい、ここから立ち去れ。さっさとイグロスへ戻るんだ。兄さん、兄さんこそこの僕を信じてはくれないのですか。勝手な行動ばかりとるお前の何を信じろというのだ。腹は違えど同じ血を分けた兄弟と思い今日まで目をかけてきたが、所詮下船の血は下船。高貴なベオルブの名を継ぐにはふさわしくないということか。兄さん、大変です将軍閣下。ドギューラ峠を雷神城の軍勢に突破されたとの知らせがたった今届きました。なんだと、やつらベスラではなかったのか。すぐに軍議を開く。皆を集めよう。私も行く。はっ。え、ルザリアに来て。これ外に出ようとすると戦いのケースかな。毎回試着。なんか剣が売ってないね。売ってた、ここか。古代の剣、これ2つ買っとこう。一応ナイトになる可能性はあるんで。クロスヘルム、これパクられたかな。ゴールドアーマーは持ってる。でここら辺はまあまあまだ変わらないよね。よし、じゃあすいません、またセーブをします。移動すれば多分イベントが、そうだね、始まるね。狭い。ここ舞台2つ分けるんだな。もうそういうの全く関係ないから。ルザリア城裏門。ラムザ兄さん待って。アルマ、黙っていくなんてひどいじゃない。別れは苦手なんだよ。もう戻らないのね。ディリータが生きていた。え、王女誘拐の実行犯の中にディリータがいた。どういうこと。最初は僕らに復讐するためにゴルターナ軍に入ったと思ったけど、もっとそう、何か厄介な奴らと行動を共にしているみたいだ。暗殺されるはずだったオベリア様を助けたのはディリータの背後にいる奴らの思惑みたいだ。ダイスターグ兄さんが誘拐を仕組んだのは本当なの。ああ本当だよ。兄さんには兄さんなりの考えがあるんだろうけど、僕には納得できない。ティータはやっぱり、ああアルマ、よく聞いてくれ。
ディリータの背後にいる奴らが何者かはわからない。だが奴らはとても危険だ。この戦乱を利用して何か邪悪なことを成し遂げようとしている。ディリータも加担しているの？それはわからない。ディリータにはディリータの思惑というか何か狙いのようなものがあるみたいだったけど。ラムザ兄さんはそうした人たちと戦おうというのね。私も一緒に行くわ。何を言ってるんだ、ダメに決まってるだろう。兄さんの言ってることが本当だってことを証明したいのよ。ダメだダメだ、私だってティータみたいな子を出したくないの。アルマ、ラムザ・ベオルブだな。我が名はザルモー・ルスナーだ。異端審問官である。ドラクロア枢機卿殺害および邪教崇拝の容疑により異端審問官への執刀を命ずる。このままおとなしく我々に従え。抵抗する場合は異端者としてこの場で処刑を執行する。異端審問官、逃げて兄さん。そうはさせん、行け、異端者を殺せ。これアルマも戦闘に参加すんの？こっち倒せば良さそうだね。アルマもいるわ。一応そのまま進んでいくか。じゃあブレイブは88、ガッツかけとこう。 90% に乗せておこう。アルマは逃げ回ってくれればそれでいいんだけどな。戦闘に参加しようとしてくると厄介なんだよね。ハイプリスト、歩いて回復みたいなやつかな。で72、ダメージを相当食らうようになってきたな。一発で殺されなければなんとかなるけどさ、一発で殺される攻撃力を誇ってるとかなりやばい。てかこいつはアルマ狙いだし。ゲッ、ドンムブのあれがある。追加効果、こいつら文句か。もうみんなすげえな、火力で押しに来てる。やばい、なんだこいつ、風水師か。スタ地獄って動けなくするとかあったっけ。遠距離波動拳、オートポーション。でもアルマが死んだらダメみたいなの書いてなかったからね。こっち来てるし。マバリアか、マバリアだね。まあ、ありがたいはありがたい、確かに。ヘイスト、やったーヘイストもかかんだ。さあ行くよ。じゃあ皆殺しだ、まあ、ナイトから倒していくか。じゃあ月へ、ジョブレベルアップした。1ターンで倒せないのが痛いな。連続拳105。いやさすがチャプター3に入ってきたらすげえ厳しくなってきた。エクスポーションが最高だからね。ヘッドブレイク、やぶね、ほんとやめてほしいんだけどこいつら。ゲー、アルマの方に行きやがった。死ぬこれ、これ死んでもいいよねアルマ。死んでしまったけど、そこで寝ててくれ。じゃあこのブレイクしてくるやつをやっぱり倒しとこう。数を減らす、はい。ケアルラ、誰に唱えたの。減ってなくね別に。94、回復量はあるな。はいえ
さすがに早い。ちょ、こいつ殺す。遠くのやつから200。こいつ一発だな。相性がいいんだろうな。さっきのやつ多分一番相性が悪いやつじゃん。連続剣これ強いよな。文句は火力が高い。120。ハイポーションだけだと確かにやっていけなかったな。結構射程長いな、この風水師のやつって。ただめちゃくちゃ弱いけどね。オートポーションの無駄遣いだな。こいつは何をしてくるか。何もしてこない。あ、またまたまた。やっぱり後ろ、きちんと後ろを取ろう。 OK。 その代わりやっぱ文句は防御力が低いというか打たれ弱いよね。あー、ヘイスト切れちゃったよ。全部切れた一気に。こいつの後ろ、あー強え。本当にナイト強えわ。硬い。リジェネがまだあれか、大丈夫なのか。てかリレイズついてね、今更だけど。これって一人の場合どうなんだろう。死んだ瞬間リレイズが発動してゲームオーバーにはならないのかな。あ、リジェネが切れた。まあ、リジェネは、まあ、別にいいか。いてー、これ後ろ取れないね。囲まれすぎてる。あ、でも逃げてったか。あ、全然いけるわ。後ろ取れる。後ろは90か。それでも こいつかなり格闘派だな。で、こいつは遠距離から攻撃してくる。でもめんどくせえからあのナイターほっとくか。さて、じゃあ後ろを取って160。やかわしなんて持ってんだ。ガードされた。ゲーマジですかい。どんくらい使った？ 10 個くらい使ってるよね多分。こいつは遠距離で攻撃してくるしよ。え、ストップした。終わってる。やべえ、ストップするとポーションすら発動しねえじゃん。やべえやべえやべえ。何ターン？リレイズが、リレイズがどうなるか。クリスタル、クリスタル。いや本当にやばい。スタ地獄ってストップかよ。ドンムブみたいなイメージがあったけど。よし切れた。回復しよう。ちょっとクリスタル継承して、継承っていうか回復します普通に。でちょっと励ますと自分にもう一回使おう。オートポーションをもうほぼ 100% まで上げる。発動しなかった時が本当怖いんで。90今 8% とか 99% とかそんなところだよね。殴られた方がまだマシだよ本当に。さてではまた後ろ2回当たればね、一旦で倒せるからね。さっき2回ともかわされたけど。
何なのマジでこのおっさん。クリスタル、パクられるじゃん。どう考えても我々に歯向かうとは神を冒涜する行為に等しい。今からでも遅くはない。悔い改めよ。さすれば命だけは助けよう。なぜ僕が異端者なんだ。僕は何もしていない。白を切るつもりか。聖石を邪神に捧げるためにドラクロワ枢機卿を殺害し聖石を奪ったのは貴様であろう。言いがかりも甚だしい。そもそも聖石は伝説と違い邪悪な力を有する魔石だった。しかも枢機卿はその邪悪な力によって伝説の悪魔ルカビーになっていたんだぞ。この後に及んで枢機卿の名誉まで傷つけようというのか。なんと嘆かわしい。ベオルブの名が泣くぞ。クリスタルパクられる。なんだかんだで長期戦になってしまったな。アルマが死んでもいいっていうのがまだ良かったな。さて後ろ2回当たってくれ頼む。けな、何なのこの。もう一回いける。もう一回チャンスは。もう一回よーし。起き上がったかアルマ。神をも恐れぬ異端者め、この借りは必ず返すぞ。あ、一応逃げるんだ。完全に異端者になったな。エーテル。大丈夫兄さん。ああお互い大丈夫なんだな。アルマよく大丈夫だったな。それにしてもあの審問官どこで聖石のことを聞きつけたんだ。まさかディリータの背後にいる奴らとはグレバドス教会なのでは。でもなぜ教会が。兄さん、聖石ってあの伝説に登場する聖石のこと。聖石って実在するものなの。だとしたら私見たことがあるかもしれない。なんだって。一体どこで。その前に私も一緒に連れて行くって約束して。まだ言ってるのか。今みたいな目に遭うんだぞ。確かに絶対に連れていくことはできない。じゃあ私も教えてあげない。子供みたいなこと言うなよ。命を失うかもしれないんだぞ。もう遅いかもね。だって異端審問官に逆らったのよ。きっと私も異端者だわ。兄さんと同じように追われる身ね。そうなったらダイスターグ兄さんはベオルブ家を守るために私を見捨てるかもしれない。確かにダイスターグ兄さんならやりかねないな。いやダメだ、危険すぎる。理由をザルバック兄さんに説明して教会の許しをもらうんだ。私が見たのは黄金の修道院よ。そう、確か諸女級の紋章が刻まれたクリスタルだったわ。バルゴだ。奴らの手に渡る前に。ありがとう、話してくれて。さあお前はザルバック兄さんのところへ戻るんだ。どうやって黄金の修道院に入るつもり。兄さんは異端者なのよ。グレバダス教の修道院に入れるわけないじゃない。うね、私が必要でしょ。いいか、黄金の修道院までだぞ。その後は必ず戻るんだ。いいわ、絶対だぞ。で黄金の修道院を目指すということになりますね。ちょっとやっぱりチャプター3きつくなってきましたね。本当にいろいろと準備をしていかないと、てか一回戦って準備しないといけないっていうこともありそうなんで、少しまあ今回長くなってしまいましたけれども、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。